い栽培士の後藤です。今回は、まだ履歴が全くちょっと聞いてみたんですけど、どんな感じなんでしたっけ？ブリーチして黒染めして、はい、色落ちて黒染めしてまたブリーチ2、3回してるのと、はい、その後に黒染めを2、3回かぶせてます。黒染めを何回もやる？黒染めを1回と、あ、じゃあ普通にカラーで黒くした後に黒染めを1回してます、はい、あ、カラーで暗くした、暗いカラーをした後に色が落ち、黒染め落ちてきて、ね、めんどくさくて 黒染めみたいなのしてます。だ、元々は結構この毛先の方は3回ぐらいブリーチがあって、そうですね、この辺は1回か2回か、そうで、どこからそのラインなのかちょっと今わかんないですけど、はい、ということで、モモンガトリートメントを使いながら、一回ちょっとブリーチはもうちょっと怖くて使えないってことなので、ブリーチなしの状態で今日は作っていきたいなと思ってまして、ライトナーを使います。で、ライトナーはちょっと染料削ってくれる部分もあるので、その染料削るのとモモンガを掛け合わせてトリートメントのライトナーをちょっとして、一回ベース見て、そこからどうしていくかっていうのを生の状態で決めていきたいなというふうに今日は思って、ライトナーが1、6% のオキシが2、その全体量に対する 2.5% モモンガを入れております。で、薬剤がこのような感じで、シャンプー台でつけた理由としては、結構ブリーチどんな感じでやってるのかも履歴が全くわからないので、シャンプー台ちょっと臭いんですけど、シャンプー台つけてやばかったら毛先流しちゃおうと思ったんですよ。それが咳だとできないので、で、結構ブリーチの毛髪内部に入った染料を落とすときって、普通のブリーチのみで考えている方が多いと思うんですけど、いろいろ種類があって、まず酸、まあ、やってすぐだと酸で落ちるんですけど、まあ、時間経ってると酸で落ちません。酸、あとそれから、まあ、もちろんブリーチですよね。あとは、このライトナーも染料を落とすこともできるんで、ライトナーも使えます。ライトナー単品ですね。でライトナーと、まあ、今日はモモンガ入れてトリートメントもしてもらいますけども、あとはいろいろリムーバーみたいなものだったりとか、いろいろ落とすものがあるんですけど、まあ、基本的に実用性があるのはライトナーで、落とすと、もしくは、まあ、ブリーチ剤を薄めてやるっていう感じがいいかなと思います。で、ライトナーなんで根元だけちょっと気をつけてもらって、シャンプー台でちょっとつけたんですけど、なるべくウェットでつけて、ウェットでつけてください。で、ブリーチとかライトナーってウェットでつけた方がダメージないんですよ。なのでウェットの状態でつける、そのためにシャンプー台でやったって感じですね。作り終わってから、モモンガを入れた方が僕はいいかなと思っております。スーツケースでキャンプに行くというすごい、もうなんかホテル行くかもよ初めて見ました。東京かどっから来たのかな。違うんですね。え、多分入れるものあったんですね。多分全然半分は使わないもの入ってると思うんですね。いや、全部使いましたよ。まだ、本当ですか？はい、使ったものないです。じゃあその大きさ必要ってことですか？使ったものないですよ。全部使った？使いました。あ、じゃあやっぱりね、結構必要だったんですね。アイロンとかでは持ってきました。なんか本入ってるんですか？本も入ってないです、一冊も絶対いらねえと思う確かにブリーチ怖いかもしれないです。毛先結構やばいんでもう切った方がいいんですかね。別に切っても切んなくてもどっちでもいいんですけど、なんか、いや、でもそんなに無理にそんな短くする必要はないんじゃないですか長さが、ちょっと無理に使いたい時はあれですけど、悪い人じゃない、絶対なんか職歴がなかった、あとコロナの影響でやっぱ、はい、就活めちゃめちゃ大変でした。あ、じゃあ最近決めたんですか？そう、最近決めたんです。あ、そうなんですね。はい、ね、根元の方、やっぱりウェットで、ね、塗ることによって、根元のぼかしというのが通常よりできますから、
はい、ちょっと黒染めの濃い部分はパレットを使って薬を溜めていきながらやっていただいた方がいいかなと思うので、ちょっと薬剤を溜めながらですね、まあブリーチまでいかないですけど、で難しいのが今度染料の色味ですよね。で、まあ、もうちょっと時間を置いていくんですけど、このベースに対して、この今の色ですね、この色足す今回使用するカラーイコール仕上がりってイメージになりますから、顔は大丈夫ですよね。はい、まあ、例えば薄いアッシュを乗っけるぐらいでいいのかなっていう感じがします。あとこの黒染めに若干赤みが入ってるので、この赤み本当はバイオレットとか入れようと思ったんですけど、バイオレット入れるとなんか赤っぽくなっちゃいそうな気がしたので、オーバーで入れております。それに対して全体量に対して、こちら 10% 配合している状態なんで、まあ、ほとんどもうヘナみたいな感じにこうなってますけど、トリートメントカラーをこれからしていきたいと思います。タオルドライして水分を取ってからやっていきます。まあ、シャンプー台でやった方が効率がやっぱ良くてですね、時間がだいぶ変わってきますので、でこれで毛先の方を、塗布しました。でコーミングしながらちょっとねお水つけた方がより浸透率が上がりますので、少し水かけて全体になじませていくような感じでやっていくと非常に塗りやすいということですね。この状態で、ね、ラップすると根もきになっちゃう可能性がありますので、このまま自然放置させていただいて、それから流していきたいと思っております。それは結構強くないですか？結構質問調整とか重いので、入れます。そうですね。そうなるとこういう状況に、まあね、エクステつけした、つけてエクステに合わせて添いだっていうのも多少あるとは思いますけど、ちょっと今バランスが悪いのでそれを直していきたいと思いますね。はい、かなりね最後仕上がりかなり変わると思うので、そこの部分を直していけたらいいかなと思っております。はい、ここはちょっと申し訳ないですけど、多分彼女の場合結構ここにシャギ入れない方が似合うかなと思うんですよ。かっこいい感じの方が、なんかそれで何かっていうと、こっちの方に段を入れるスタイル、こっちの方にこう軽さがあるスタイルってなんかこれバサバサしちゃうんで、むしろここが長い感じの、こっちをキュッて締まったスタイルの重さがあるやつの方が似合うと思うんで、ここを切っちゃいます。はい、で前の方の長さは残した状態で、ここの前のズレがない状態にしていきます。はい、でそれを切る時のポイントなんですけれども、ですね、下を向いてる状態、例えばスマホをいじってる状態で切った時に、まあ、これ前も言ってますけど、はい、この状態でカットしました。そうすると上がりますよね。ということはここにシャギーが入るわけです。それだけでちょっとこれ今取れないので、本来はこっちコンベックスで切るんですけど、コンケープで入れてます。ちょっと取れないんでね、しょうがないですね。でこの前髪をちょっと切っていくんですけど、あんま短くない方がいいかなと思うので、これは R2 セニングでカットしていきます。で彼女の場合ここをシェイプした方が絶対似合うんで、まあこれも小顔バウムの作り方ですけど、ただもうそぎが結構ここ入っちゃってるんで、T4 セニングのそぎなしで、バックコームですね、反対側に移行させてここをダイバルで取っていく。これをやることによって、ちょっと今見せますけれども、何ができるのかっていうと、ちょっと高度かもしれないですけどね、このこめかみのところをとにかくタイトにしたいんですね。その方が彼女似合うんですよと僕は思ってるので、これを反対側にサイドチェンジさせた状態で、はい、そうすることによって、彼女のここがタイトになるはず、ここがすごく
シュッてこうなんていうのかな、こっち側に顔に沿うようにこうシュッとなってくるんですね、これでね。でこっちもちょっとやりますね。ここも反対にこれサイドチェンジしてる状態なんですけど、ダイバルでカットしてます。でサイドチェンジでカットしてって、このこめかみのところを反対側に、でここ切んないでくださいね、こっちの表面の、そこ危ないんで気をつけてください。僕は慣れてるんで全然できちゃうんですけど、ちょっとブランド感が欲しいですね。ちょっと全部軽すぎちゃうんで、この辺もちょっと引き出して、毛先に足し算ですね。巻いた時にやっぱ重さがあった方が結構良かったりするので、足し算をしていきます。で結構毛先のグラデーション具合が、そうですね、アイランの前と後で全然違うんですね。そうそうそう、デザインとしてデザインを作るんですね、ここでね。結構違うでしょ。全然違う。ちょっとバームワックスつけます。それでだいぶ、こんな感じになります。あんま見えてないですよね。